まあ、レーントレース機能がないというのが、まあ、最大の欠点かなと思います。静粛性やばくない？外結構これ風強いんですよ今日。はい、どうも、車カルチャーワンソクチームです。今回はなんと三宅島に来ております。ランドローバーの新型ディフェンダー130ということで、ロングボディのタイプに試乗させていただきます。今回ね、ディフェンダーの試乗会ということで130他いろいろなグレードに試乗させていただきます。まずね、最初に試乗するのは130ファーストエディション D300 という、私もディフェンダー乗ってますけど、同じ、直六の3リッターディーゼルエンジンを搭載したモデルになってます。なんと全長が5275ミリ、全幅が1995、全高が1970、ホイールベースは堂々の3020ということで、重量も 2.5 トンあるというスペックになってます。まあ、5.3 メーター近いということで、通常のディフェンダーよりも、まあ、30センチぐらい長いボディとなっていますので、3列シートが、まあ、通常のディフェンダーでも110ではですね、3列シート用意されてますが、まあ、私もスタートアップエディションというね、P300 に以前乗ってましたけど、もうまともに座れるというよりはもう超エマージェンシーって感じだったんですが、これはね、比較的ゆったり座れるような作りになっているというモデルになっています。最高出力が 221kW、 300馬力、最大トルクが 650N を1500回転から発生させるというものになっています。車両本体価格だけで1159万円と、でこちらの試乗車にはオプションが2526000円ついているということで、まあ非常に高価なエクスペンシブな車となっています。まあ私が買ったでもディフェンダーの X も結局1300万超えてたんで、まあ同じぐらいと思えば、あ、そっか、130でも同じぐらいで買えるんだなという感じです。で、ファーストエディションというこちら、初期限定の、グレードとなっていますので、いろんなところがね、こう白くなっていたりとか、フェンダーアーチモールがボディ同色だったりとかね、特別な感じになっています。それではシステム起動してみましょう。ポチッ。おーおーおーおお、屋根が開いた。キャリアもついてますね。こちらはですね、3リッター直六ですけども、めちゃくちゃ静かですね。これはまあ私が普段乗っている、ディフェンダー X と同じパワトレですので、もうディーゼル感全然感じないんですよ。でこちらは、もちろん電動テレスコチルトとかもついているというね、もう、まあ、ほぼ全部入りみたいな感じですよね。ナビ画面もちゃんと11インチのカーブドディスプレイついてますし、あ、デジタルインナーミラー、クリアサイトリアビューミラーだったかな。ちょっとメーカーによって名前が違うんでわかんないですが、もうこれね、今まで乗ってきたデジタルインナーミラーの中で一番解像度高いのがランドローバーのデジタルインナーミラーですね。クリアサイト、リアビューミラーだったかな。ちょっと忘れちゃいましたけど、これ、めちゃくちゃ、ランドローバーのやつは解像度高いです。まあ、ディフェンダーは特に後ろにね、背面タイヤも積んでるし、ヘッドレストがあったりするんで、もう、後方視界はほぼ壊滅的なので、これはね、ぜひともつけておいた方がいいというか、最近ね、半導体の関係で残念ながらね、つけられないグレードも増えてますけども、できればあった方がいいですね。それでは先導車に続いて走っていくということなんで、シフトを D レンジに入れて走り始めます。前にいるのが90ですね。いや、かっこいいな、ディフェンダー。やっぱ後ろについて走っててもめちゃくちゃかっこいいな。あ、これブラックパックとかついてるのかな、前のやつ。バンパーとかが、グロスのブラックになってて、これもかっこいいな。で、今回私が乗ってるのは富士ホワイトっていうね、白の130、ファーストエディションですけども、今走り始めました。まあね、普段、ディフェンダー X の、まあ、D300 乗ってるんで、乗った感じとしてはですね、まあ、大体同じような感じになると思います。車重もね、2.5 トンという超重量級になっているので、その辺が、まあ、どういう影響が出てくるかというとこですけども、静粛性やばくない？まあ、外結構、これ、風強いんですよ、今日。三宅島、風強いんですが、風の音が全く聞こえない。で、聞こえるのは遠くからエンジン音が
心地よく響いていると。でこれもディーゼルって言われなきゃ全くわからんな。まあそれもそのはず、今ね、あの山登ってますけど、坂登ってても、あの1500回転回ってないんですよ。まあさすが650ニュートンメーターの大トルクを、あの1500回転から発生させるという、D300 のこのパワートレーンですけど、直録ですから音もいいわけですよ。まあ毎回ね、引き合いに出して申し訳ないですけど、私も普段乗っている、マツダの CX60 も 3.3 リッターの、まあ、直録ディーゼルターボと同じ、ようなね素性を持ったエンジンなんですが、もう聞こえてくる音はもう全然違うということで、ディーゼルにこううるさいとか偏見を持っている方はぜひね、ランドローバー の, あのディーゼルエンジン乗ってみるともう考えが変わると思います。めちゃくちゃ静か。あでもやっぱ普段あの X の110乗ってますけど、今回やっぱ3列の130と、まあ、130と書いて130と読みますけど、こちら初めて乗りましたけど、ちょっとやっぱ重い感じはありますね。まあ、今全然スピード出してなくて、あの40キロ道路を30キロ以下で走ってるんであれですけど、この低速で走ってる感じでもやっぱり普段乗っているあの X の110よりはあのちょっとボディが重い感じはありますね。まあ、多分2、300キロ違うんだと思いますけども、まあ、とにかく静かと、あのゆったりとした感じはありますよね。キビキビ走るという意味では、110とか90とか、まあ、ピープルムーバーとして、ほんと3列目まで人乗せるよと、ミニバンは嫌だよという人には、あの新たな受け皿になるんじゃないかなと。こんなんで送迎されたらまあさぞかしあの誇らしいというかいかついというかですね、あのえも言われぬ気持ちになるんじゃないかなと思うんですけど、しかもねどこにでも走って行ける安心感もありますよね。で私普段あのディフェンダー X のまあ110乗ってますけど、燃費いいんですよこの D300 のディーゼルエンジンで。私あの高速と街乗りミックスで、あの決してあの高速ばっか走ってるわけじゃないんですけど、あのリッター 10.5 とか結構燃費いいんですよ。一方ですね、あのランクルも乗ってますけど、あれはあの街乗りとかだと4とかなんですよね。あのガソリンモデルの方ですけど、ディーゼルだともうちょっと燃費出ると思うんですけど、結構だからね、ディフェンダーのディーゼルエンジン、まあガソリンも確かね、燃費同じぐらいだったような気がするんですよ。P300 も私乗ってたんですけど、10ぐらいとか出てた気がするんで、意外とね、燃費いいんですよ。いや、そして乗り心地いいなぁ。これ多分、あの、タイヤがですね、私が普段あの乗ってる X は22インチって、むちゃくちゃでかい、インチアップした、ホイール履かせてたんですが、これ今何履いてんだろうな。標準状態だと20インチのタイ&アルミホイールになるそうで、その分の多分肉厚の分だと思うんですが、乗り心地はあのやっぱ普段乗ってるあの22インチよりはコンフォートな感じ、まあ、ただステアのクイックさとかはあの結構22インチの方が、まあ、扁平率がね、違うんでクイックな感じはしますけど、でも22だから硬いってこともないんで、この辺は好みかと思うんですが、まあ、20インチの方がちょっとふんわりした感じはありますね。なんかコンフォート、人乗せるんだったらまあこのぐらいコンフォートでもいいと思う。でそれでいてあの中立付近のステアの座りがふわふわだとかね、なんかボディ上やが遅れてついてくるってこともなく、結構ねディフェンダーってあのキビキビ走るんですよ。これは他の大きいサイズの SUV、まあ、ランクルはじめですね、X7 とか、あの GLE とか乗った時よりももっとシュアな感じ、こう、キビキビ、機敏に動く感じっていうのが感じられる SUV なのが、あの、乗ってて本当に嬉しいポイントなんですけど、まあ、それはこの130でも同様にふんわり、船乗ってるみたいな感じとかっていうのはあんまり感じないですね。だから酔いにくいと思うんですよ。私はこういう方が、あの110の X の22インチよりは
ちょっとふんわりする感じはあるけど、先日乗ったレンジローバースポーツの方がもっと普段使いで乗っててもふんわりしている感じはある。で、レンジはもっとさらにふんわりしている感じがあるということで、まあ、快適性、コンフォート性を、まあ、重視している、まあ、そういうレンジローバーとか、レンジローバースポーツとかに比べると、意外とね、キビキビしてんですよ。オフロード走る車って普通は、サスペンションの、こう、ね、伸縮を強要するために、結構ふわふわしてる乗り心地の車って多いんですけど、それがね、ディフェンダーはないっていうね、それもまた私が気に入って乗ってるポイントなんですよね。で、最近、ディフェンダー売れてますよね。うん、これは、間違いない。私の、知り合いがディフェンダー買ってる体感っていうところもあるんですが、実際に広報の方とか聞いたらですね、普通の車って、デビューした時が一番売れて、まあ、だんだんこう、先細っていって、マイナーチェンジしてまたカンフル剤にしてっていうような、売り方っていうか、売れ方をすることが多いんだそうですが、ディフェンダーは、デビューした時から、どんどん右肩上がりに増えてってるそうなんですよ。そういう車っていうのも珍しいと思うんですが、まあ、私も2回買ってるっていうね、現行型2回買ってるっていう、お気に入りの車なんで、それは本当にわかるなっていう。だから今回も130っていうまた新しい車が出たことで、他の車種から乗り換える人、あ、3列シート SUV でいいの出たじゃんって乗り換える人もいると思うし、まあなんだったらワンテンから、まあたまにやっぱ3列使うから大きいの乗っとくかみたいな感じで乗り換える人もいると思うんですよね。そういう意味では販売戦略もマッチしてるし、あとはやっぱ昨今、求められるような、装備がもう大体ついてると。今までのジャガーランドローバーってちょっとやっぱドイツ車税に比べると装備が遅れてる感はあったんですが、もうこのディフェンダーとかですね、F ペースとかあの辺以降の車っていうのはもう全然そういうこともなく、シートベンチレーションもついてるんですよ。で、ステアリングヒーターもついてると。で、電動テレスコチルトもついてる。まあ、なんなら後部座席のシートベンチレーションとかもオプションで付けられる。で、エアサスでしょ。で、この大きい11インチの、ナビ画面。これもちょっとグレードによって、ディフェンダーでも変わってきますが、それでもまあ10インチとかのね、横長のものになります。私の P300、最初に乗ってたやつは10インチでしたけど、それでも不足はなかったです。で、このね、12.3 インチのフルデジタル液晶メーター。これの、情報量も非常に多くて、カスタム性にも優れていて、私も満足して乗ってます。まあ、ただこの液晶メーターに関しては、ちょっとグレードによってまた半導体の関係でつかなくなったりとかしてるんで、そこは、ちょっと販売店にどのグレードにつくのというのは、確認した方がいいと思うんですが、まあ、こちらの130にはついていると。もちろん、ブレーキホールドもついてるし、ランドローバーのブレーキホールドが優れてるのはですね、車速がゼロになったら、ホールドされるという、まあ他の多くのメーカーのブレーキホールドの他にですね、ぐっと奥まで踏んだらホールドされるという、まあメルセデス方式の、ブレーキホールドもどっちも選べるという、その選択式になってるんですよ。そう、一番理にかなってますよね。だから右折時とかにクリープさせたい時とかは、だからブレーキの踏み加減でホールドするかしないかを選ぶこともできる、そのメルセデス方式もできるし、もう車速がゼロになったら自動で、ホールドしてくれる楽ちんモードも、どっちも選べると。そこはもう設定で、一回決めておけばメモリーされますんで、いちいちね、起動するたびにホールドボタンを押さなきゃいけないなんてこともないですし、いやーその辺もいいんですよ。でもただね、オーナーとして欠点がないわけではないです。これも一応言っときましょう。あんまり指摘する人多分ほとんどいないと思うんですが、これはね、オーナーだから、率直に言わせていただきますと、一番の不満は、レーンキープアシストがないことですね。はみ出し抑制で、はみ出しそうになったら戻してくれる機能はあるんですが、アダプティブクルーズコントロール中に、レーンの中央を維持して走ってくれる機能、まあ、レーントレース機能がないと。いうのが、ま、最大の欠点かなと思います。それ以外は、ぶっちゃけほぼ不満もないですね。ナビの表示にも不満ないし、ちゃんと高速の、インターチェンジとかサービスエリアの、こう、パネル表示みたいなのも、設定で選べますんで、昨今ね、輸入車、高速のね、そういう略図とか、インターチェンジとかの表示が出なくなってる車、多いですけど、
フォルクスワーゲンはじめですね、BMW の iDrive8 になったら表示されなくなったりとかしてますんで、あとプジョーとかね、そういうところではあのナビがやっぱりちょっと使いづらいっていうところもありますが、ランドローバーのナビではそういう使い勝手の悪さみたいなのはないという形になっています。だからレーンキープさえあればいいのになというところと、あとは、アダプティブクルーズコントロールの開始速度があの時速15キロとか以上とかだったかな、0キロからスタートできないんですよ。だからいざ渋滞にはまってしまったらクルーズコントロールしようとしたらですね、15キロまで車速を上げてからじゃないとクルコンが開始できないという弱点はありますけど、まあ全車速追従で停止補助もちゃんとしてくれる、まあアダプティブクルーズコントロールになってるんで、まあその開始速度が0キロからじゃなくて15キロ以上っていうところとレーンキープをしてくれないっていうこと以外はもうほぼ不満もない。見た目も超かっこいいで、リセールもいいで、乗り心地もよくで、走りもよくで、燃費もよくで、ベンチレーションとかの機能もついてるということで、本当にねよくできてるから売れるのも納得という感じですね。いや私も今 X 乗ってるけど、売るのもったいないぐらいやっぱめちゃくちゃかっこいいですから、まあレンジローバースポーツ入れ替えの予定ではいるけど、本当にね手放すのが惜しい。で今こちら130をあののんびり流しているという状況なんで、まあちょっと限界性能とかは分かんないですけど、まあステアのねあのやっぱ中立の座り見てください。ちゃんとこれぐらい切ってもノーズが向きを変えようとしてるんですよ。この辺はだからもっと手話にキッキッキッって曲がりたいんだったら、あのタイヤのインチアップをすると、タイヤのホイールが多分22インチぐらいまで用意されてると思うんで、それに履き替えるともっとクックックッと行くようになるんで、まあ、それでいて乗り心地も悪くないですから、それにインチアップすると良いんじゃないかと思います。まあ、ちょっと高いですけどね、でも私は見栄えをとって22インチ履きましたが、あれめちゃくちゃ満足してます。まあ、でかいことによるね、取り回しの心配っていうのはあるかと思うんですが、360度カメラとかもちゃんと用意されてるし、もう合成の精度もすごいんですよ。グリグリ回せるんですよ。なので運転に、まあ、注意は必要ですけども、まあ、そういうね駐車をする際とかはあの360度カメラとかクリアランストーナーとかついてるんで、まあ、その辺はね安心と、あと、まあ、幅はこれ2メーターぐらいありますけど、ミラーが結構幅狭タイプになっているので、あの実際にあのミラートゥーミラーではそこまでむちゃくちゃでかすぎないという配慮はされています。あとねカスタマイズパーツもめちゃくちゃ豊富で、でこちら今試乗しているあのディフェンダーもなんかエクスプローラーパックとかなんかいろいろついてますけど、そういうねカスタムする楽しさみたいなのがあるのもあのこのディフェンダーの良いところじゃないかと。で仙台ディフェンダーもちょっとミリタリー感のある車となっていて、ものすごい長い期間愛されてましたけど、今回のこのディフェンダー、この四角い形もおそらく長きにわたって愛されるデザイン、そんなにマイチェンとかをしても大幅にデザインを変えてくるということはないんじゃないかなって、そのぐらい完成されているあのデザインだなと思いますんで、まあ買っても本当に長く愛する、カスタムしながら乗るっていうのも全然いいと思うし、まあリセールも良いということで、あの新しいの出るたびにまたディフェンダーからディフェンダーに乗り換える、そういうようなことしても全然いいと思います。私はそれやりましたしね、すでにねもう2回買ってますから、そのぐらい気に入ってる車ということです。やっぱあのいろいろなねジャーナリストの方とかあのがこういろんな車のレビューすると思うんですけど、あの褒める車あっても買わないっていう方が、まあ、あのいろいろな懐事情とかもあると思うんですが、あるじゃないですか。それでもやっぱ買われてる車っていうのは信頼できると思いますが、まあ、私はそういう意味では気に入った車はやっぱ買ってなんぼと思っているので、まあ、それも YouTube 先生のおかげですけども、 YouTube で得た収益はもう自動車業界に還元するということで、内部留保しないでもうバンバン車買って経済回していこうと思ってますんで、まあ、そのね、やっぱいいと思った車はじゃあ買いなよっていう風に思うんで、そのぐらい私が2回買ってる車っていうのはあのおすすめできる車と断言していいと思います。まあ、といった感じでね、ディフェンダー、
130というインプレッションでした。内外装インプレッションももちろんお届けしますので、そちらもね、合わせて、チェックしていただければと思います。もっとディフェンダーの動画多く出してくれという方はいいねボタンで応援していただければ、まあ、私もね、まだ持ってますんで、そのディフェンダーの動画も出したいと思いますし、またねジャガーランドローバーでお借りする機会もあると思いますんで、ぜひいいねで応援してください。車でもなんでもね、欲しいと思った時は買い時ですからね。車買って検討していきましょう。それではあなたの物欲を刺激する車買うチューブはワンソクチューブ、次回もお楽しみに。